アントニー・マルシャルは、フランス・マシー出身のサッカー選手。フランス代表。プレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワード。マルシャル、マーシャルとも表記される。マルシャルは、ビルド・フランス地域圏、エソン・ヌ県のマシーに生まれ、2001年に C オーレ、ジュリスのユースに加入した。14歳だった2009年に、オリンピック・リヨンのスカウトに見染められ、同年に、 ディオンのユースに移った。U-17 の2年目のシーズンに21試合に出場し、32ゴールを挙げると、U-17 のフランス代表に招集され、UEFAU-17 欧州選手権2012に出場した。2012年12月6日にスタッドジェルランで行われ、2から0で勝利した、ヨーロッパリーグの八歩える色に切りやっとしモナ戦にその、 試合でゴールを決めたヤシンベンジアと交代で試合の残り10分間に出場し、トップチームデビューを果たした。リーグ1デビューは2013年2月3日に行われ、1から3で敗れたアウェーへの AC、アジャクシオ戦であり、ラシド・ゲザルト79分に交代で出場した。そのシーズンのリーグ戦では、その他2試合に途中交代で出場した。2013年6月30日。 500万ユーロにボーナスを加えた遺跡金で AS モナコに移籍し3年契約を結んだ11月24日に行われたリーグ戦の FC ナント戦でラダメル・ハルカオと63分に交代で出場すると69分にハメス・ロドリゲスにアシストした至近距離からのシュートはゴールキーパーに引かれたがムニル・オバディがこぼれ玉に反応し その試合唯一となるゴールが生まれた。6日後にスタットルイズで行われたスタットレンヌ戦に初めてスターティングメンバーとして出場すると初ゴールを挙げ2から0の勝利に貢献した。12月に行われたバランシエンヌ戦で足首を捻挫し数試合を欠場したが2014年1月27日には2018年6月まで契約を延長した。 2014から15シーズンは2014年10月5日に行われたパリ・サンジェルマン戦にルーカス・オカンポスと交代で出場すると試合時間残り数分で1から1となる同点ゴールを挙げ2015年3月13日に行われたバスティア戦では2ゴールを記録するなど36試合に出場し9ゴールを挙げた6月26日には2019年まで契約を 延長した。 2015年8月4日に行われたチャンピオンズリーグ予選3回戦の BSC ヤングボーイズ戦でヨーロッパの大会における初ゴールを記録しチームも2試合合計7から1でプレーオフ進出を決めたマンチェスターユナイテッドでプレーするマルシャル2015年9月1日3600万ポンドから最大で5800万ポンドに上る遺跡金でマンチェスターユナイテッドへ遺跡が決定し 一年間の延長オプションがついた四年間の契約を結んだ。背番号は、アンディコールや、ルイサハ、ディミタール、ベルバトフ、ラダメル・ハルカオが着用した9番に決まった。この遺跡金はユナイテッドが、ルーク賞を獲得する際に支払った、遺跡金と PSG がマルキーニョスを獲得する際に、支払った、遺跡金2700万ポンドを更新し、10代の 選手に支払われた遺跡金としては史上最高額となった。この遺跡金についてはフランス国内に驚きを持って受け取られた。監督のルイ・ファン・ハールはマルシャルについて現在よりも将来のために獲得したと選手だと述べ遺跡金については馬鹿げた金額だと話した。2015年9月12日に行われたリバプールとのダービーマッチにおいて65分に 不安またと交代で出場し、プレミアリーグデビューを飾ると、86分にチームの3点目となるゴールを決め、デビュー戦で初ゴールを記録した。2017年8月19日、リーグ戦、第2節のスボンジー戦では、開幕から2試合連続で得点を決めた。9月27日、欧州 CL 第2節のチェスカ・モスクワ戦では1得点。 3アシストの活躍で勝利に貢献した。2019から20シーズン6月25日のシェフィールドユナイテッド FC 戦ではマンチェスターユナイテッドの選手としては2013年のロビン・ファンペルシー以来のハットトリックを達成するなどリーグ戦でこれまでのキャリアで最多となる17ゴールを決め来期のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。フランス代表でプレーする マルシャル UEFAU-17 欧州選手権2012の予選ではフェロー諸島代表戦で2ゴール北アイルランド代表戦ではハットトリックを達成し5ゴールを記録したエリートラウンドのスイス代表戦とスウェーデン代表戦でもゴールを決めフランス代表は本大会進出を決めた本大会では初戦のアイスランド代表でゴールを決めたがフランス代表は 決勝トーナメント進出を逃した。UEFAU-19 欧州選手権では5試合すべてに出場し、準優勝で大会を終えた。2015年8月26日、翌月に行われるポルトガル代表とセルビア代表との親善試合に臨む A 代表のメンバーに初めて招集され、9月4日に行われたポルトガル代表戦にカリム・ベンゼマと 交代で試合の残り16分間に出場し、A 代表デビューを果たした。2016年9月1日のイタリア戦で代表初得点を挙げた。2018年のロシアワールドカップでは予備登録メンバー11人の1人に選ばれるに止まった。CEO レ、ジュリース時代のコーチは2015年に行われた BBC のインタビューで、マルシャルは6歳でゴールに向かって、 まっすぐ走ることができたと話し、これまでに400人の若い選手がここでプレーしてきたが、そのような才能を持った選手は、5、6年に一人くらいの割合でしかやってこない。私たちは、マルシャルが、そのような高い潜在能力のある選手であることが、分かったので、彼を後押ししました。と述べた。また、別のコーチは、6歳の時点で8歳の選手に、 匹敵する能力を持っていたので上の年齢のグループでプレーさせることにし、マルシャルは12、3歳の頃にはプロのサッカー選手になることに注力していた。マルシャルはスピードとテクニックがあり、ウィングとストライカーのポジションを務めることができるため、ティエリ・アンリに似ていると言われている。デビュー戦でゴールを挙げたマルシャルをアンリは称賛したが、マルシャル自身は アンリと似ているとは思わない。私がよりフィジカルやテクニックに依存するのに対して彼はもっとスピードがあった。しかしながら偉大な選手と比較されることはいつだって悪いことではない。と述べた。2015年10月に行われたデンマーク代表戦後にシモンケアーはマルシャルが19歳だということに驚き、レキップが身のインタビューで自分が フランスのクラブに所属していた時は知らない選手だったが、19歳であることを考えれば本当に良い選手だ。彼は多くのことができ、スピードだけではなく高い技術力があるのでマークをするのは非常に大変だった。と話した。マルシャルはグアドループにルーツを持っている。兄のジョアン・マルシャルもトロワ AC に所属するディフェンスの選手であり、 ユーマイナス20のフランス代表経験を持っている。もう一人の兄弟であるドリアンも c ーオーレジュリスのトップチームに所属するサッカー選手である。教育熱心な両親に育てられ、ユース時代のコーチはマルシャルについて、シャイで物静かな人物であったと語っている。サマンサと結婚し、娘を設けている。マルシャルはローマカトリックを信仰している。 国際 A マッチ17試合1得点。ありがとうございます。